第71回国民体育大会希望郷岩手国体は2016年に岩手県で開催された国民体育大会である。同県では1970年の第25回国民体育大会道の区国体以来46年ぶりに開催された。1月から2月にかけての冬季大会と10月の本大会を合わせた完全国体として開催された。 完全国体が実施されたのは1995年に福島県で行われた第50回国民体育大会福島国体以来21年ぶり7回目。国体閉会後の10月には第16回全国障害者スポーツ大会希望協岩手大会も開催された。この大会についても本校で合わせて述べる。全大会共通でスローガンは広げよう感動。 伝えよう感謝。大会公式マスコットは岩手県観光キャラクターでもあるワンコ兄弟。会場は下記の通りあたり大会よりトライアスロンが正式競技に採用。全国障害者スポーツ大会の開閉式は北上総合運動公園陸上競技場で行われた。実施競技と会場は下記の通り。全国障害者スポーツ大会では正式競技の他に オープン競技として、ビリヤード、卓球バレー、ゲートボール、ペタンクが実施された。東京都が天皇杯は、地元開催だった2013年以来3年ぶり、皇后杯は4年連続で獲得した。開催権の岩手県は、天皇杯、皇后杯ともに2位に終わり、惜しくも獲得はならなかった。開催権が天皇杯を獲得できなかったのは2002年の、高知県以来。 ありがとうございます。